アルセン・ミナエビチ・アミリアンは、アルメニア人の革命家であり、26人のバクーコミッサールの一員である。名は、アルセニー、不詳はミナソビチ、ミナシ、セイは、アミロフト八1881年11月10日、ロシア帝国バクー圏バクーに生まれた。地元の中東学校を卒業後は1899年に、キエフ大学法学部へ入学し、 モスクワ大学でも学んだが、革命運動への参加を理由に1902年に奉公された。主社刑務所を1904年に出所して、幕府へ戻った。ロシア第一革命時の1905年から1907年にかけても、反帝制運動によって投獄された。1902年から1906年までは、アルメニア革命連盟に加盟して、 活発な宣伝活動を行っていたが、やがて脱退し1910年にはボリシェビキへ加わった。パイカル神でも活動し、1917年から翌1918年にかけてバキンスキー・ラボーチー紙の編集を担当した。しかし、1918年7月末にボリシェビキによるバクーコミューンが崩壊すると逮捕され、他のコミューン製員ら、 そして弟である騎兵隊隊長タテボスアミーロフと共に同年9月20日に銃殺された。アミリアンとバクーで共同していたアナスタスミコヤンは、当機関視の追悼記事に、アミリアンについて、雄弁の際には恵まれず、委員会の会議やソビエトにその姿は見えなかった。しかし、彼のギラギラした鋭敏な思考力は、当生活のすべての時を通じて浸透していたと書いている。 エレバンにはアミリアンにちなんで名付けられた通りが存在する。ありがとうございます。